ネイルサロン開業初期失敗しがちなポイント3つお伝えしていきます。こんにちは。セルフネイルに特化したセルフネイル専門アドバイザー協会をしている里江と言います。私はネイルサロン4店舗勤務後、26歳の時に京都のど真ん中でプライベートネイルサロンをしました。そして一度ネイルから離れ専業主婦になったんですが、第二の人生ということでセルフネイル教室を始めました。そして現在は主婦のためのネイルサロン開業スクールを運営させてもらっています。ということで、サロン開業初期に失敗しがちなポイント、よくいただくお悩みとともに、私自身も失敗しそうになったことなので、ぜひお伝えできたらいいなと思ってます。この3つ、まず友達をお客様にしない、そしてネイルの金額を安くしすぎない、そしてネイル技術なんとなくしない、これ3つ大事なことをお伝えしていきます。友達にネイルの練習させてもらったりって皆さんするかなと思います。私自身もしていたんですが、ネイルの練習をさせてもらう友達がずっとお客様になってくれると思ってしまうと、お客様来ないっていう状況になります。練習は友達にさせてもらったとしても、お金をいただいてしてくれる以上お客様になるんですよね。その時に友達がお金を払って来てくれるかといえば、ぐんと人数が減るかなと思います。そしてこのお友達価格としてすごく安い単価でしてしまうと、自分の限られた時間、他のお客様の予約が取れなかったりしていくんですよね。なので友達、お客様という考えは一度置いといて、友達はネイルの練習をさせてありがとうっていうモニターさんだったり、ネイルの練習をさせてもらう、自分がオープンしたいからお願い練習させてっていうことをちゃんとお伝えすることが重要です。そこからネイルサロンをオープンするっていうことも必ずお伝えしていってください。いきなりモニターさん募集とか、友達練習させてって言ってお店をしたからお金いただきますって言ったら、友達もカクッと来ちゃいますよね。なのでネイルサロンをオープンするためにネイルの練習をさせてほしいけれども、オープンした時にはちょっと金額がかかってしまうんだけれどもという話もしていくことが重要です。ただ私の場合も生徒さんの場合もなんですが、友達がお客様になってくれるっていうことももちろんあるんですよね。お金を払ってあなたにネイルをしてほしいって思ってネイルを着てくれる友達もいます。ただそうするとお金をいただいて時間を使って友達だからといってなーなーになるんじゃなくて、その時間この友達のネイルでもお客様だからこそ、自分ができる最大限の技術と最大限の素敵な時間にすることが必要になります。そうすることで友達からの口コミも広がって、他の友達も来てくれたりっていうことはあるんですが、まず友達イコールお客様ではなくって、お客様は新たに集客をしていくという気持ちでネイルサロンを開業していく方が失敗が少ないかなと思います。そして2つ目は安い金額でしちゃうっていうこと。これもよくあるあるなんですが、例えばモニターが1000円です、3000円です、そうするとお客様って来てくださったりするんですよね。けどこの3000円でずっとネイルサロンを開業できるかと言ったら、だん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 目も疲れる、肩も凝る、材料費もいる、時間もかかるということで疲弊しちゃうっていうことも多く聞きます。だからこそ安価な金額でずっとネイルサロン開業ってなかなかしていけなかったりするんですよね。だったら例えばモニター価格が1000円だったり3000円だったりしたとしても、そこから単価を上げていく、この動線を作っていくことが重要です。じゃあどうやって動線作ったらいいのっていうことなんですが、まず1回目もしくは3回目まではこの金額です。なぜならモニター価格です、キャンペーン価格です、お伝えをする。でもサロンを開業したらこの金額にしたいなっていう目標の金額を決めておくことも重要です。じゃあこの目標金額に対してどういう内容だったり、どういう技術だったり、どんな材料を使っているかっていうところもポイントになってくるんですよね。例えばすっごく安い材料を使っていて金額5000円ですって言ったところで、私たちも納得できませんよね。お客様も納得できないんですよね。使う材料っていうものもすごく大切です。そして伝えていく、何月何日からは
この金額でさせてもらいますっていうことも伝えていくことによって、お客様がいきなり金額上がったでっていうことにならないので、伝える、そして動線作りっていうものが必要になってきます。そうすると私たち主婦で時間が限られているので、1日1名とか2名しかできない時に3000円なのであれば、2人もし来てくださったら6000円なんですね。でも例えば1人6000円いただけるのであれば、2人来てくださったら1日としたら1万2000円になるんですよね。じゃあこの1万2000円に対して、自分たちができる技術、自分たちが使う道具、自分たちが対応できる環境だったり、接客っていうものが大切になってくるので、この金額を安くでしてしまうと本当に疲弊しちゃうので、高単価のサロンを作っていくこと、そしてお客様に喜んでもらいながらサロン経営をしていくことが重要になってきます。そして3つ目、これもすごく重要です。ネイルがなんとなくできるからといってネイルサロンを開業しちゃう。そうすると1回目もしも来てくださっても、2回目からはやっぱり違うところがいいなっていう風になってしまったりとか、例えばこれ実際あった話なんですけど、ここのネイルサロンに行きました。でもやっぱりちょっと何か違うと思ったお客様が他のネイルサロンに行きました。この来てくださったお客様が前回のネイルサロンの話をしてくれるんですよね。そうするとここのネイルサロン大丈夫なのっていう話がたくさん広がったりするんですね。そうすることで口コミが広がって、来てくれるサロンと口コミが広がって、もう閉店しちゃうサロンっていうものが出てきます。その時に大切なものっていうのは、やっぱりネイル技術っていうものがすごく重要です。なのでネイルサロンなんとなくできるし、なんとなくオープンしたいなっていう気持ちもすごくわかるんですが、お客様にお金をいただいて、そしてネイルサロンを長く続けるためにも必要なこと、ネイルの技術、基礎と原理を知ること、そして接客、対応、クレームが来た時の対応法だったり、もし爪が取れちゃった時どうするかっていうところも決めていくことが大切になってきます。ということで、この3つ開業するときに失敗しがちなポイント、そして実際リアルにあるお悩みだったりするんですよね。なので、長く続くあなたのところに来たいと思ってもらえるネイルサロン開業を知って、お客様に喜ばれるネイルサロンを開業していきましょう。ということで、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。下の概要欄のところから、ネイルを仕事にしたい主婦向けの3ステップ動画をお伝えしています。ネイルの技術、時間管理、開業についてなどお伝えしているので、ぜひ受け取っていってください。そして今現在期間限定で個別無料相談もスタートします。ただ人数限定になるので、もし悩んでいる方はぜひお気軽にご相談いただければと思います。ということで、今日はこの動画を見ていただいてありがとうございます。また次回の動画も楽しみにしていってください。